ルーシは極東船舶会社がロシアウラジオストク港と富山県伏機港の間で運航していた可客船である。2009年12月にロシア系合弁海運会社に売却された。しばしばルーシー号と誤記されることがある。ルーシは1986年ソビエト連邦初期長の経由チェルネンコにちなんだソ連海運将の客船。 コンスタンチン・チェルネンコとして建造され、ウラジオストクの極東船舶公社に配備された。姉妹船は、作家、ミハイル・ショーロホフにちなんだ、ミハイル・ショーロホフであった。長年船籍港をウラジオストクとしてきたが、2007年の秋から冬にかけての間に、マーシャル諸島船籍となり、書類上の母港も、マジュロとされ、便宜地籍船となった。 ただし航路、運航車は変更ない。最初は、ナホトか横浜港の定期航路に配線されたが、ソビエト連邦の崩壊によって1992年に海運省の解体と極東船舶港車のミニエ化が行われ、船名もチェルネンコからルーシに変更された。また、ウラジオストク港の開放が行われたため、 航路も津軽海峡を通らずはるかに短い、ウラジオストク不識に改められた。輸入自動車への関税引上げによる貨物輸送量の減少によって2009年12月25日、不識発の便を持って航路は運休され、本船はロシアの別の海運会社に売却された。運航は概ね週一往復だった。2009年当時は月曜ウラジオストク発。 金曜不思議発であった。おおむね時刻表通りに運行されていたが、帝国に到着しても通関作業があるので入港後2時間前後は、船内で待たなくてはならなかった。ほぼ通年ウラジオストクと不思議を往復していたが、チャーターでクルーズなどを行うこともあったため、その期間は、不思議航路は休航となった。また、ドック期間中も休航となっていた。 船体の塗装が変更される前のルーシー。ソ連時代のルーシー船内は6段デッキで、客室は114室、カテゴリー 1A 以外は2段ベッドである。最もエコノミーなクラスでも船室内にシャワーとトイレが備わる。テレビ付きの部屋もあり、ロシアの衛星放送を受信できる。不思議への就航当時は、ポップミュージックバンド、歌手、俳優などのショーが公開中に、 サロンで行われた。国内のフェリーが貨物輸送主体なのに対し、本船も貨物船の性格を強く帯びてはいるものの、オープンスペース、特に飲食関係が充実していた。食事開始前はその旨のアナウンスがあったが、ロシア語と英語が主で、日本語のアナウンスは、日本人乗船時以外にはされないことが多く、あっても聞き取りづらいことがあった。 食事の時間は決まっており、時間外は食堂が閉鎖された。また、乗船初日にウェーターに案内された席が下船までの席となった。食事時間とメニューは一公開分がロシア語と英語で食堂前に貼り出されていた。食堂以外にはバーとビュッフェがあり、アルコール類と軽食が供された。決済には US ドルが主に使用された。 その他、ロビー下限表則に免税店があったが、営業時間も短く、商品も少なかった。日本の菓子類、カップ麺、タオル等の雑貨品が販売された。就航当時は、ロシア側の乗客が大部分を占め、さらにその多くが、日本の中古車を輸入する業者であったため、不思議からウラジオストクへ向かう便は、露店看板上やプール内にまで車を積載していた。 また特に荷物が多い時にはロビーにブルーシートを敷き込みタイヤやバンパータ大型のパーツを山積みにすることもあった。一方ウラジオストクから不木へ向かう便は貨物はそれほど多くなかった。蒸気の通り規制による輸入業者の利用減少が航路の休止につながった。日本から自分の自動車、オートバイ、自転車を持ち込んで ユーラシア大陸を移動しようとする際に元船が利用されることも多かった。逆に大陸側から車両でシベリアを横断して本線で日本に渡る旅行者が利用する場合もあった。急行によりロシア本土と日本を直接結ぶ定期航路はなくなった。ありがとうございます。